はい、こんにちは。今日は島根大学の問題です。問題はこちらです。括弧1、こちらの極限値を求めよ。括弧2は y イコール x2 乗マイナス1分の x3 乗のグラフの外径を描け。括弧3は k を定数としてこちらの方程式の異なる実数解の個数を調べよといった問題ですね。まずは括弧1からやっていきましょうか。まあ、最終的にこれを求めたいということで誘導がついてますよと。まあ、括弧1なんですが、まあ、これは実数下げしましょうか。x2 乗マイナス1分の x3 乗なんですけども、次数を下げたいので、プラス x としてあげれば、これを通分すれば x3 乗が出てくるよと。x3 乗マイナス x が出てきますね。で、マイナス x 消したいので、プラス x としてあげれば、これで、これになりますね。これを通分するとこうなるよと。ということで、次数を下げることができました。で、これにマイナス x したものですから、こうなるよと。で、ここが消えて、結局この括弧の中身っていうのはこうなるわけですね。で、これに x を無限大に飛ばすとどうなるかってことなんですが、まあ、これは分母無視 x で割ってあげれば、1になって、分母を x で割れば、x-x 分の1ですね。で、これで x を無限大に飛ばせば、は0になり、無限大分の1ですから、結局これ0に収束しますよ。ということで、まず括弧1は0ですね。と。で、続いて括弧2やっていきましょう。括弧2はグラフの外径を描けってことですから、まあ、微分していきましょう。これ微分すると、x2 乗マイナス1の2乗分の、これの微分、3x2 乗かける分母、x2 乗マイナス1。引く x3 乗をかける分母の微分ですね。2x というふうになります。で、これ分子を整理すると、3x4 乗引く 2x4 乗があるので、x4 乗が出ますよね。だからマイナス 3x2 乗。これが分子になりますよと。つまり、x2 乗マイナス1の2乗分の、これ x2 乗でくくれば、x2 乗括弧 x2 乗マイナス3というふうになりますよと。こんなふうになりました。で、そもそもこれなんですが、これは帰還数ですよね。つまり、x にマイナス x を入れれば、マイナス x を入れると、ここは変わりませんね。2乗ですので。ここは変わらないよと。で、マイナス x を入れると3乗ですので、マイナスを返しますよね。つまり、マイナス x を代入したら、マイナスを返しますよと。ということですので、これは帰還数ですよ。帰還数ですから、原点で対称ですね。ですので、これ x が0より大きい範囲で考えましょうか。で、これの増減表をちょっと書きましょう。x が大きい範囲で今考えているよと。x が正の範囲で今考えると、xy'y。x が正の範囲で考えたときに、これはっていうと、まずこれ2乗。ここも2乗ですから、ここは正ですね。で、あとここだけ。ここはプラマイルート3で0になるよと。で、今正の範囲で考えているので、ルート3で0になりますね。で、ルート3より大きいと、ここプラスですよと。で、これより小さいとマイナスですので、こんな風な増減表になります。で、下がって上がるよと。じゃあ、ルート3の時 y の値はっていうと、まあ、ここに代入しましょうか。ルート3入れると3ルート3。で、3引く1ですから、2分の3ルート3ですね。ここは2分の3ルート3。というふうに、こんなグラフになるわけですね。じゃあ、実際グラフを書いていきましょうと。で、じゃあ、どんなグラフになるかっていうと、こう書いてあげて、xy 平面上で、そもそもまずこれは分母が0になってはいけないので、x がプラマイ1はダメですね。プラマイ1の時には分母が0になっちゃうので、プラマイ1のところは取りませんよと。プラマイ1。プラス1のところとマイナス1の点。ここは値として存在しないよと。y の値は。で、じゃあルート3っていうところでここで点を取りますよと。で、あと括弧1の結果から、つまりこれ全近線が y イコール x ですね。こういう、この y イコール x のグラフに、近づいていくよと。y イコール x。つまり、これっていうのがこれですね。この y ですよと。これが y。で、x これ無限大に飛ばすと、これが0になったよということは、これが x に近づいていくよってことですね。x を無限大に飛ばしたとき、これとこれが等しい値になるわけですね。0に収束するってことは、これとこれが等しくなっていくよと。つまり、この y の値っていうのは、x に近づいていきますよと。x を無限大にしていったときに、x を無限大に飛ばすと、この y の値っていうのは x に近づいていくよと。つまり y イコール x。このグラフにどん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 近づいていきますよということを言っているわけです。ですので、括弧2のグラフは y イコール x に全近線。これが全近線になるわけですね。で、じゃあ、ルート3の点を取ったときに、x がルート3のとき、この点。つまり、まあ、この辺ですかね。2分の3ルート3という点を取りますよと。2分の3ルート3という点。を取って、で、ここで下がって上がるよと。で、上がっていって、どん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 無限大に飛ばしたときに、この y イコール x に近づいていくよと。で、
こっち側はこうですね。x をプラスの方向から1に近づけると、1に近づけると0分のになって1ですから、プラスの方向から0に1に近づけると無限大に飛んでいくよと。まあ、こんなグラフ。じゃあ、あとは0から1の範囲はどうなるかっていうと、ずっと下がってくるわけですね。0から。ずっと下がっていくよと。ずっと下がっていってこうなるよと。で、x が0の時にはどうなるかっていうと、x に0を入れるとこれ0ですね。つまりこの点からスタートするよと。0からスタートしてどん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 下がっていくよと。で、x に1に近づけていきましょうか。マイナスの方向から1に近づけると、マイナス0分の1ですから、マイナス無限大。つまり、こんな風に飛んでいくよと。どん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 ここの1に、こう近づいていくと。こんなグラフになるかと思います。でちなみにこれ、もう一回微分して、この凹凸を調べてみると、これちょっと、もう一回これ微分すると、y' ですね。これちょっと計算省略しますけど、x2 乗マイナス1の3乗分の 2x カッコ x2 乗プラス3という風になるんですね。ですんで、0から1の範囲では、こっちが分子は正ですね。0から1の範囲ではこれ正ですよと。で、分母が0から1の範囲ではこれ負になりますね。ですので、どん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 、こう、上に凸になりますよと。傾きがどんどん減少していくわけですから、上に凸。で、逆に、この、1より大きい範囲。x が1より大きければ、これ正で正になるので、下に凸ですね。こっち側は上に凸。こっち側は下に凸のこんなグラフになるかというふうに思います。で、あとは、これ、今 x が正の範囲で考えたよと。あとはこれ、原点対称ですね。帰還数ですから、原点で対称ですから、これを原点で折り返すと、こっち側は同じようにこうなるよと。こうなるわけですね。で、これがこっち側にできますよと。まあ、この辺にこうあって、こうなって、こうなっていくと。こっち側はこう近づいていくわけですね。で、この点が、ルート3、マイナスルート3で、この点が、マイナス2分の3ルート3ということになります。こんなグラフになるかと思います。で、カッコ3は、あとはこれを、がかけてしまえばおしまいみたいなもんで、まあ、あとはですね、これ K で定数分離しましょうってことですね。これ K イコールでこっちに持ってくると、K イコールにすると、X2 乗マイナス1分の X3 乗っていうふうになりますね。これは K イコールにするとこうなるよと。まあ、ただしこれは分母が0になっちゃいけないので、今 X がプラマイ1でないときですね。プラマイ1でないとき K はこうなるよと。じゃあ K が、X がプラマイ1のときはどうかっていうと、プラマイ1代入してみると、K が消えてここ0になるんですね。で、プラマイ1になるので、これは0にはなりませんね。これがイコールになることはないよと。X がプラマイ1のときにはこれを満たさないということで、プラマイ1はこの解ではないということになります。ですので X はプラマイ1でないとして OK だと。じゃあこれでないときは K はこうなるわけですよと。つまり、この Y を K に変えたものですね。つまり K はっていうと Y イコール K。y イコール k っていうこの横棒を引いたときに、何個ぶつかりますかということを考えれば OK ということになります。で、あとはそれを考えると、結局、異なる実数解の個数は、k が、ここのときに1個ですね。このときに1個、2個。同様に、ここのとき1個、2個ですね。で、これより上、こことここの範囲のときには、ぶつかる個数は、これとぶつかる個数は1個ですね。これより上だと1個、2個、3個ぶつかるよということから、結局、K がマイナス2分の3ルート3より下。この範囲ですね。これはこれより大きい。2分の3ルート3より大きい範囲。この範囲の時には3個ですね。ぶつかるよと。そして K がプラマイ2分の3ルート3。この時には、こことここで2個ですね。2個。そして、この範囲、2分の3ルート3のマイナスより大きく、ちょっと切れちゃいましたね。こっちに書きましょうか。マイナス2分の3ルート3より大きく、2分の3ルート3より下の範囲では1個ですよ。ということで、これで1個、これが2個、これが3個ということで、これが求める答えということになります。以上です。ありがとうございました。